ついに公開目前となった、君たちはどう生きるか、ジブリの鈴木プロデューサーはまさかの、宣伝をせずに公開することを発表しました。そのために、あらすじも、場面写真も、一切不明ということになっています。しかし、ジブリがこの秘密主義を徹底する以前に明かした、いくつかの情報があるのです。ただ秘密主義に走る前の鈴木プロデューサーは、作品の主人公が宮崎駿監督自身をモデルにした少年であると明かしています。鈴木プロデューサーによると、その少年が母親を亡くし、失意の中吉野源三郎の、君たちはどう生きるかを手に取るところから物語は幕を開けるようです。そして一切の場面写真が明かされていない本作ですが、実は映画のワンシーンを描写したイメージボードが公開されています。それがこちら。この絵は2019年12月に発売された三鷹、カリング、三鷹の子というジブリ楽曲 CD に宮崎駿から提供されたものです。戦火の中少年が駆けている場面のようで、このカットは映画冒頭 A パートの二重カット目だと思われます。このイラストが、君たちはどう生きるかのものであるか、という議論もあるようですが、鈴木プロデューサーの証言、そしてジブリツイッターに投稿された絵コンテの表紙にも使用されていることから、君たちはどう生きるかのものだと考えて間違いなさそうです。鈴木プロデューサーによると、少年はサギオというキャラクターと二人で旅に出るようです。サギオというのは鈴木プロデューサーがモデルであり、青サギが変身した姿のようです。この謎の鳥、もしかしてこれがサギオでは。宮崎駿監督が長編映画に復帰するきっかけとなった本があります。それはアイルランド人によるファンタジー小説です。公式にその小説の題名は明かされていませんが、宮崎駿監督が推薦していた、失われた者たちの本であると思われます。この小説のあらすじは、第二次世界大戦下のイギリス。本を愛する12歳のデイビッドは、母親を病気で亡くしてしまう。孤独に苛まれた彼はいつしか本の囁きを聞くようになったり、不思議な王国の幻を見たりし始める。ある日、死んだはずの母の声に導かれて、その王国に迷い込んでしまう、といった異世界ダークファンタジーとなっており、鈴木プロデューサーが明かした映画のあらすじとも合致しています。君たちはどう生きるかは冒険活劇ファンタジーであると明かされているため、ストーリーは失われた者たちの本の舞台であるイギリスを日本に移し替えた異世界ファンタジーとなっているのかもしれません。今回の動画の情報源はほぼ鈴木プロデューサーです。結構内容を教えてくれてますね。ただ未だに謎も多く、公開が待ちきれません。皆さんも少し興奮してきましたでしょうか？